こんにちは。今回は武器なし、兵器なし、爆弾なし、お供なし、タックルなしでミラボレアスと戦います。攻撃手段がないんですが、どうやって戦うんですかね。ハンターには黄金の左足があるでしょう。つまりキックです。というわけで今回はギリでミラボレアスをしばいていきます。もちろん討伐できるわけないので、目標は頭部破壊、黒竜の合格入手とします。すでにチャート始まってますが、まずは2落してモンハンを始めます。ついでに不屈も発動させます。儀式の後は食事とバフを済ませてサッカーに出かけます。お待たせしました、キックオフです。ここで1点だけで術以下のお知らせですが、挑戦者発動と傷つけのためにビンタだけキックに加えて使わせてもらいます。今回の立ち回りの基本は奥義ブレス誘発からのキックです。もちろんそれだけでは DPS が足りないので、他にもいろんなモーションでキックを狙っていきます。奥義を使ってこない四足時にも積極的に殴り、いや、蹴りに行きます。この噛みつきはキックチャンスではありますが、モーション後の頭の位置がやや高く、ちゃんと狙って蹴らないと当たりません。この噛みつきの後隙にキックを入れると結構な確率でチャージブレスを引くので、深追いは厳禁です。ちなみに奥義ブレスは最大のチャンスですが、キックの入力を急ぎすぎてタックルに派生してしまうとレギ違反で一発退場です。最新の注意を払って蹴っ飛ばしましょう。個人的にここが今回一番うまく処理できたポイントです。奥義誘発のための距離調整、奥義ではなく3連火球が来た時の2発目の合わせが完璧でした。ここでようやく1回目のひるみ、経過約10分なのでギリギリです。
義ブレスは頭の右側からキックすると剣の先がブレスの中に入ってしまい、このように当たった判定になり、ハードで拘束されて攻撃チャンスを逃す場合があります。キッカーの皆さんは注意しましょう。補充に戻ると時間ロスが痛いので、できるだけ被弾は減らす必要があります。ちょっと集中力が切れてきたようです。こういう時体験はハードで生き残れます。奥義をガードしたことで衝撃落ちしたので煙に入って飛びます。この世界ではなぜか武器の切れ味に蹴りの威力が左右されます。よく切れる剣の方がモチベが上がって蹴りにも力が入るとか、そういう心理的なやつでしょうか。というわけで次のチェックポイントです。2回目の昼見、経過時間は約20分。やはりギリギリです。引き続き蹴っていきます。というわけで次のチェックポイントではないのですが、残り5分です。ここからは倍速なしでお送りします。ここに来てようやくの解説ですが、ミラボレアスの頭部破壊は V 耐久値を3回0にすることで起こり、1回耐久値を0にするたびにひるみます。つまりここまで2回ひるませているので、あと1回ひるませたら頭部破壊が起こります。2回目の昼見までに所要約20分だったので、ペース的にはギリギリということになります。つまり奥義ブレスを頻繁にやってくれる個体かどうかで成否が分かれる運ゲーです。左上の時計が赤く明滅するのがメンタルにきます。タイムアップした時のトロー感を想像してみてください。とんでもないことですよ。これはしかもこのタイミングで4速状態というのが、またジラシプレイとは何かを理解してますね。
二足に戻りました。しかもコーナーなので扇誘発もしやすいです。ここに来てようこたい。ジャパニーズ忖度カルチャーをこの30分で学んでくれたのかもしれません。バレました。タイムは正確に測れてないですが、だいたい29分です。完走した感想はシンプルに嬉しいです。ミラボレアスの頭を蹴り続けるとミラボレアスの頭は割れるということなんですね。以上、世界一効率の悪い黒竜の合格マラソンでした。お疲れ様でした。